今日はギロックのサイドウォークワルツを弾いてみます。左手がメロディーで右手が軽やかな伴奏の曲です。サイドウォークワルツ。ピアノにはいろんな奏法があります。左手でメロディーを弾き、右手で伴奏、その逆、交互奏もユニゾンもトリル、いろんな奏法があります。右手と左手を交差して弾く奏法。少しずつ基礎が身についてくると、いろんな曲が弾けるようになります。長い目で、温かい目で見守ってあげてください。サイドウォークワルツでした。バイバイ。バイバイ。明日も先生に楽しいお話を聞かせてください。先生とのお約束をきちんと守ってくれた良い子には、嬉しいことが待っています。忘れたあなたは即退場。ブッブー。気をつけてくださいね。